はい、皆さんこんにちは、マナルグルービジです。では今回は信長の野望革新パワーピット仮想シナリオ太閤の門続きをプレイしていきたいと思います。今回担当しているのは豊臣家で、打倒徳川、打倒家康ということでプレイの方を進めています。前回大きく戦況を動きまして、一進一退でね、なかなかうまく進んでいなかった部分はあったんですけども、敦賀を制圧して、そこから一気にね、越前能登と奪い取ったというところで、まあ、徳川の本城24に対して我々22と、だいぶね、肉薄してきているという状況になっています。今回はその続きになります。で、次の標的を考えているんですけども、まず敵の彦根城なんですが、彦根城も完全に要塞化されてます。ここを攻略するのは難しいと思うので、坂本城から長浜城に向けてね、攻略を行っていくというのと、あとですね、北陸から能登、越前にかけた部隊が富山から、さらにね、北進してもらおうというふうに思っています。一方、相変わらず大和郡山城はね、敵の大軍を引き受けてもらいたいので、このままというのを考えています。では早速、時間を進めていきましょう。では坂本城の攻略を始めていきます。これなんでいきなり坂本城攻略を始めるのかというとですね、最上隊が10万の兵を今坂本城に移送中なので、これ坂本城に10万の兵入られると手も足も出なくなってしまうので、その前にね、坂本城を攻略してしまうという作戦案になります。坂本城が取れればまた戦力もね、変わってくるかなと思いますので、今回ね、この坂本城攻略を始めていきましょう。彦根城は放置ですね、基本的にね。敵がここにね、要塞を築いているという状態なので。そして敵が坂本城の救援に出てくる。なかなか苦しそうだな。そしたら敦賀から軍を出して坂本城をね、攻撃しましょう。小規模の戦いを想定してましたけど、思ったより大掛かりなね、戦いになりそうですね。敵もね、長浜城から続々援軍を出してきているという状態です。さあ、今、坂本城の攻防戦始まってるんですけども、一方で、能登の方はですね、蓮沼城が敵の攻撃を受けてます。武将の数がね、ちょっと足りなくなってきてて、厳しいかなというところですね。まあ、続々と敵がね、この長浜城に集まってきているというこの状況ですね。ちょっとこのままだと立ち行かないので、撤退を開始しましょう。いや、本当にね、まだまだ一進一退の状態なんでね、簡単にはいかないですね、やっぱり。七尾城と蓮沼城の防衛がちょっと難しくなってますね。まあ、奪ったものの維持するのが難しいっていうね。またちょっとここも本当に難しい課題ですね。ただ、金沢城は絶対に取られたくないので、金沢城は防衛するために、軍を出陣させてでも守りましょう。さあ、二条御所に敵が久しぶりにやってきましたね。まあ、ただこの二条御所は要塞化が進んだ難攻不落の城。ここで敵を迎え撃つのはウェルカムですね。あらかじめ正幸出陣させておきます。これで外から敵をね、一網打尽にしてやろうという作戦です。あらかじめ出撃しておきます。間に合うんであれば、どうだろう。正幸は、一度ここあたりまで、出ておきたいかな。行け。伊達も大きくなってきてますね。南方を滅ぼしたっていうのを見る限り。お、正幸と信幸が、ついにここで勝ち合うことになりそうだな。これ勝ち合うんだったら、あえてこういうところで戦うよりも、しっかり矢倉があるところで勝ち合った方がいいね。坂本城に10万。とんでもない数だな。
七尾城の救援に向かっている部隊がいますが、これが間に合うかどうかですね。一応心配は心配なので、雪村の部隊はどうだろう。五所の守りに回しますか。この数だからね、むちゃくちゃ多いですもんね。ただこの数を撃退できたら大きいと思います。では攻撃に打って出ましょう。この難攻不落の要塞、二条御所も要塞化が進んでますから。完全に包囲されました。一気に敵をね、壊滅させていきましょう。まあ、逃がさないっていうのが一つポイントですよね。殲滅。さあこの同士打ちだ。これでね、一気にどうだろう、5、6千、1万ぐらい減らしたんじゃないかな。このね、減らし方えぐいですよね。そして逃がさないっていうね。承知。敵は逃がさず全部投降させましょう。七尾城の防衛戦の方はどうなってるかというと、まあ防衛はできそうですね。このまま防衛をしっかりやってもらいましょう。敵部隊壊滅しました。これ返す刀で坂本城攻略できるかもしれない。ちょっとこれこのまま一度人当たりかけてみましょうか。承知。まあ思わぬ形で攻略の好機がやってきたというところですね。うまくすれば本当に取れるかもしれないっていう、こういうチャンスは逃さずにいきましょう。五詰めからのね、追撃戦っていうね形になってます。七尾城は防衛できそう。このまま七尾城は言えてないで、七尾城の防衛はしっかりやります。そして戦いの場が坂本城に移ってます。このね、雪村の同士打ちからのコブのコンボも強いんですよね。さあ長浜城の攻略戦も始まってます。長浜城と坂本城を同時に攻略していこうという作戦ですね。七尾城の防衛戦がまあ微妙な状況ですけど、このままねしっかり防衛を果たして坂本城と長浜城が取れれば御の字っていうね、ところだと思います。坂本城は取れそうですね。敵部隊壊滅。さあ坂本城を取ったらその勢いのままに、長浜城も取りに行きましょう。取れるときに取る、攻められるときに攻めるっていうね、大方針でいきます。さあ長浜城の防衛には敵もだいぶで、数を割いてきてるなっていう感じがしますね。岐阜城から援軍が出てきてます。この援軍もろとも木っ端みじんに長浜城で、奪い取っていきましょう。長浜城の攻略完了です。あ、大きいですね。では捕らえた奴らは全員処刑していきます。これで徳川軍のね、武将の数を削っていくと。武将の数がお互いに多分結構きつくなってきてると思うので、もうここはね、容赦なく削って、武将の数を削り取っていきましょう。では能登七尾城が敵の攻撃にさらされてますので、正幸を派遣してこれを撃退しておきたいと思います。さあ敵が長浜城の奪還戦に入ってきてますね。これをなんとか防衛していきましょう。それとですね、七尾城、ここでね防衛戦うまくいってますので、この後ですね、城をね取り返す戦いに入っていきたいと思います。細川家が徳川に滅ぼされたという展開は、これ九州ですね。
そうか、九州で徳川が力を盛り返してるな。ちょっと油断してる間に九州が、徳川の城が4つになってるな。これ島津がうまく戦ってくれないと危ないかもしれないですね。信行をね、捕まえてあるので、なんとかこれ説得して信行を味方につけたいところなんですけどね。残念ながら信行がなびいてこないというところなので、まあさすがにね、父がこう手にかけるというわけにはいかないので、このまま我慢しましょう。では九州がちょっときな臭いことになってます。まあ鍋島、徳川、そして、黒田と入り乱れた戦いになっているので、これに参戦をしていこうと思います。まあ、具体的にはですね、今この隙に敵の城をいくつか奪ってしまおうという作戦ですね。まあ、特に徳川の城を奪いにかかります。はい、今ですね、九州の方に正幸、雪村、真田親子を着陣しています。で、一方ですね、鍋島家が徳川の中津城を攻めようとしているので、これは一気に我々もこれに乗じてですね、攻略戦を仕掛けていこうというふうに思っています。熊本城には20万の軍が入っています。この20万の軍をうまく使っていきましょう。これで久能内城が取れそうですね。で、一方鍋島軍が攻めている中津城ですけど、ここもどうだろうな、ちょっと微妙な情勢ですけど、もし中津城を鍋島軍が落とせなかったら、ここも取りましょう。いつでもね、進行できるように準備は整えておきます。敵将捕らえたり、まあ、ついでにというわけではないですが、取れるときに取っておきたいので、雪村を佐伯港に出撃、正幸も同じく出撃させていきましょう。ここで確実に佐伯港を取っておく。で、状況を見てですね、中津城に軍を派遣していきます。これは中津城が落ちないな、落ちないと見て間違いないと思うので、出陣させていきましょう。ここも最大兵力。九州はね、昔何度かお話したことあるかもしれませんけど、大阪にね、勤務してた頃、大阪に新卒でね、僕は大阪に配属されたんですけど、その時ね、九州とかには行きましたね。承知しました。九州で唯一行ったのがキャバクラでしたね。遊びに行ったのが、上司に連れられて、まあ、それ以来九州上陸はないかな。では出陣していきましょう。で、熊本城に兵力入ってますので、熊本城からですね、追加で、出陣していきます。もうここは間髪入れずに、おせおせムードのままに一気に押していきましょう。まあ、結果的にその鍋島がね、アシストしてくれた形になるので、このアシストはね、生かしていきたいと思います。九州を取れれば、まあ、それこそもうね、全ての兵力を対徳川用に機内に振り向けることもできるので、まあ戦力もね、今ちょっとでも欲している状況を考えれば、この九州を平らげておくというのは大いにありですよね。承知。中津城制圧完了してます。そのまま追撃戦に移っていきましょう。大和郡山城も防衛できそうですね。壊滅しました。我が契約を受けてみる。まあ、逃がさんということでね、敵を完全に、壊滅させていきます。
はい、これで九州から徳川の勢力を完全に一掃しました。地図で確認しておきます。こんな感じですね。ではいよいよね、徳川との決戦というところに挑んでいきましょう。もう伊達もね、東北で頑張ってくれてますけど、家康の前に敗北するのは時間の問題だと思うので、まあ、早め早めにね、なんとか徳川の勢力を駆逐していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。